三宅ハイエース。今回ね、ゴールデンウィーク、子供の日やな、今日な。これをね、つけていきます。なのにね、エンジンをかけてね、熱々にしてくれたんでね、ちょっとね、熱さちょっと見てみます。ちょっと100キロ超えの腹だけ減って、ちょっと100キロ超えの見えるんかな、横からした方がいいか。100キロ超えの腹だ。お手製あ、後輩がどっちできた。後輩がどっちできた。これは熱々にした罰やな。これでもあれやな、センサーのちょっと取り付けもちゃうな。ああ、まだちょっと熱いけど、やっぱこれ触媒センサーちょっとさっき取らなあかんわ。とりあえずね、熱いうちにね、PCR仕掛けます。1個か、まあ2個やな、2個ついてる。これをね、外します。これでも、あれになるんかな、あれ説明書みたいなのなかった、アタッチメントは別でつけるとか。あ、でも、うわ、センサーね、外していく。とりあえずね、オートセンサーね、両方ともね、抜いてね、回していきます。よいしょよいしょ。線をね、切らないようにね、回してね、抜きます。まあ、こっちもね、一緒です。見えてんのかな、100キロが腹つかえて、腹つかえてんじゃん。ちょっとダンボール持ってきます。一回座って覗かれへんかな。腕立てのあれ一回ちょっとやろうよ。嫌ですよ、動画。そんな腕立て動画しよう。よし、とりあえずね、外したところからいきます。ゴムあるんですか。そうそう、純正でついてるやつを、ノーマルの方はここにこんなん、そうそう、だからつけれるように。これはどんな車もついてる。もうほとんどついてるな。昔のやつ線一本とかな。はいはい。なんか湯気みたいなランプがついた時があって、あれはだから線一個のな、触媒の熱。そう、センサーあるんだよ。なんもないよ、ここさ。これはね、直接つけれます。足短いな。ちょっとこう出てるもの腹な。腹な。盗撮ですよ、それも。それ後輩の宿命やでな。しゃあね。今の時代はあれやで。訴えたりできれば大丈夫。訴えたら大丈夫。訴えませんよ、そんな。まあそれよりちょっと作業で進めていきます。よいしょ、よいしょ。もう一個短いやつやったら、もう一個短いやつの方が良かったから。よいしょ。え、なんでそんな喧嘩すんねん。喧嘩してませんよ。手袋いかないっていうか、いらんって言ってたのに。ちょっとね、ここはね、外したとこから行きます。ちょっとね、外れかけからいきましょうか。これはね、シリコンスプレーね、シリコンスプレーね、ちょっとね、あれが、あ、ちょっと青いやつ、あれ取ってや、青いやつ。よいしょよいしょ。
CRC のがええねんけど、こんな感じでね外します。ちょっと外しかけたとこ行きます。適当に映るように。どこ撮ったらどこでも、まあ、作業してるとこ。あれ電気どこや。これかこの電気がな、もっさいな。とりあえずね、まあこれはもう冷めてきたことや。よいしょ、ボルトは多分全部一緒やな。よいしょ、よからしょ、ボルトは一緒やから、あとでワイヤーブラシでいこうか。よし、おっ、これでしょ。外すとこ取れた。はい、よいしょ。マフラー持つより外すとこの動画ちょっと見てよいしょ、全体ちょっと外そうとしてる。よいしょ、ガスケットね、ちょっとねサイズあるのでね、前からねちょっとね抜いてきます。よし、ちょっとねここもねワイヤーブラシでね清掃します。あれ白い、こっちじゃん。あ、これとこれ一緒です。これとこれが一緒です。中の周りが。どれ？これとこれが一緒。何が一緒？で、これとこれが一緒。この中の金属。金属としてるのでダラダラになってる。これ金属やな。はい、あ、これでか。これが今そっちで取ったから、そうそう後ろやな。はい、そうやな。ついてた通りやったらいいけど、サイズが多分一緒やったら、うん、前につけた時に間違えてるっていう。 うん、あるよな。もう前つけた人に合わすしかないよ、うん、でこれが今外したからこっちが後ろやもんな。でこっちがザラザラの方が俺が外してるからな。とりあえずそうつけます。間違えとったら正解の方にね取り付けてください。とりあえず掃除してね、押し込むんね、大変でした。よいしょ、こっちは簡単です。とりあえずねもうね、つけたとこからいきます。とりあえずね、取り付けね終わりました。よいしょ、こんな感じでね取り付け終わりました。こっちからやった方が良かったな、横からな。よいしょ、よいしょ、これでねちょっと排気漏れ確認します。これマフラーのケツ押さえれる？うん、押さえた、うん、大丈夫、よっしゃ、OK、ええやん、交換しました。でこの車ね、前回ねプラグ O2 センサーチェックランプついてでね、まあプラグ変えようと思ったんですが硬くてね断念したやつです。で触媒がね多分あかんやろうということでね変えました。今からねちょっとねこの中身ねあかんかどうかね見ます。でこれでね触媒の中身が良かったらプラグでしょう。でとりあえず診断測ったとこから行きます。なんてコーヒー飲んでてお腹たらふんですよ、吐きかけましたよ今。それはしゃへん、それされたくなかったらあれやで、痩せるしかない。よし、よっこらしょ、ちょっと超えてね車の中乗られへんみたいなんで僕がちょっとね前に出します。
よかった。俺もこんなん乗られへんよいしょ。乗るとこ、乗るとこでそうか。はいはい、乗って、はい乗ってベシベシベシとか言ってバリバリとか言ってこれ大丈夫かいな。俺はあかんわまあトラブルコードね、ありで、まあ、これはね、ちょっとあの改造してるので、ね、指導不良、指導不良ってなんかかかれへんかった時とか、エンジンかかりが悪かった時とかある。なんで？ジュン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 。消してみます。まあ、とりあえずね、記憶消えたんで、ね、もう一回ね、ちょっと診断かけて出るかね、ちょっと調べてみます。まあ、とりあえずね、記憶がないのでね、次ね、職場にね、見ていきます。せやな、そう、コンコフカーが取ったよいしょ。とりあえずね、水入れかもしれないそうや、そいつが 悪さしてるかもとりあえずこれで、あ、これ電気がこんな感じで電気つけてね。これもちょっと古いから、よいしょ。これでもここからちっちゃい鏡があったらな。どこや、これこいつで見えへんのじゃんフィルムでな、フィルムこれ剥がされへん、見えてんのけど見えへんな。やっぱちょっとフィルム剥がそうか。あ、早く剥がせるわ、ここに当てな。ああ、剥がしちゃった。先生、これこのヘリコプターくっちょるさやろ。おらんのか。いや、おるで。これさ、職場いちゃうよこれ。うん、職場おるような気がすんで、逆から入れてみようか。あ、やっぱおるわ。ほら、おるおる、あるある、普通にあるで。うん、普通にあるわ、両方ともある。チェックラップといった問題は、うん、まあ、ヒュエルはちょっとトーム入れて、うん、それでつけへんかどうかやな。たまたまの冬とかでオートセンサーが悪かったかもからんし、うん、もう真っ暗やから、うん、濃いのは濃いと思うかな、うん、そんな感じでね。これ中身ね、あるので大丈夫です。まあ、今回はね、まあ、触媒っていうね、可能性があったので、最後にね、こうスコープでね、触媒がないっていうのをねしようと思ったんですがね、まあ、結果、まあ、あの外れへんかったね、プラグが原因かもわからない、まあ、5月5日子供の日に作業しました。また他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。